僕は今中3なんですけど、このアンダー18のキャンプの中でやって、年上の人と接して、すごいハイレベルな技術を実際に見ることができました。 僕はダイビングの後などの起き上がりなどが苦手なんですが、一応起き上がりの仕方などを学びました。今度僕のチームが県大会があるので、今日学んだことを生かして県大会を張っていきたいと思います。 高校3年生として最上級生として昔なんですけど、周りのみんながあまり上下関係とかなく、わいわいと接して楽しく過ごしました。今回ライブ練習どおりに重点的な雰囲気ですけど、 ダイブの飛距離とかを伸ばすことを意識して、あとそのダイブの後の起き上がりで回って起き上がる時の起き上がり方を新しく学べたんで、それは私の方が良かったんですけど、普段のスクールの練習とかスペシャルの練習でも今日学んだことをしっかり活用して、これからも頑張っていきます。